将棋界で伝統と格式のあるタイトルをかけ始まった名人戦の第2局愛知県瀬戸市出身の藤井聡太六冠は7つ目のタイトルそして名人獲得の最年少記録を狙います一方挑戦を受ける渡辺明名人は4連覇を目指します対局の舞台は静岡市にある老舗料亭不月楼 名人の挑戦者を決める順位戦永久の最終局いわゆる将棋界の一番長い日を行う場所としても有名で藤井六冠も先月初めてここで対局しましたこちらの補欠どあの先月の永久順位戦の最終局の際に初めてそして来ることができたんですけれども今回はこう名人戦で再び来ることができて本当に嬉しく思っています藤井挑戦者の先手番で始めてください、うん すでに1勝している藤井六今日は勝率が9割近い先手番での対局です戦型は藤井六冠が得意とする角換わりを渡辺名人が避け歴戦模様となっていますそして静岡市民が注目していたのはおやつ本山チャップル本山静岡いちご 実は静岡市では名人戦を盛り上げようとおやつコンテストが開催されていました市内の店から25品の応募があり市民らが投票6980票の投票の結果和菓子と洋菓子4品ずつが選ばれ静岡の名店山田一の安倍川餅や「どうする家康」バームクーヘン特納抹茶富士の初雪 とと名付けられたおお菓子ななのがおやつ候補となりました静岡市を代表するメーカーですとか、またあの静岡のお茶ですとか、いちごを使ったようなお菓子もございますので、まあ、どれを食べていただいても、きっと静岡の魅力を感じながら、あのお食べいただけるかなと思いますそして待望のおやつの時間、藤井六冠が選んだのは。 静岡市青い国にある大黒や青果歩の玄米茶のわらび餅安倍川の腹流水を使って作られたのど越しわらび餅です一方渡辺名人が選んだのは東京でも人気の洋菓子店キルフェボンが考案した漆黒の甲冑と徳川支天ののタルト。 家康の漆黒と金の甲冑をソースと金箔で徳川天店を色とりどりのフルーツで表現しています持ち時間はそれぞれ9時間様々なスイーツが長丁場の大局を癒してくれそうです今日は午後6時ごろにフジテとなり明日午前9時に再開します